Dungeon, kirain Aladdin keluar ngasih lonceng. Terus naik. Terus tahan. Goodbye. My ulti hilang semua. Satu gua. Shit, no. Jangan ngilang dulu, gua mau nyebrang. Masu ayashi. Aduh. おばあちゃん、絶対仙人だと思うぞ。でも仙人たちって絶頭の間に住んでるんだよな。どうして城内にいるんだ。あんじゅ。 Lagi. Oh no. やっ。
がいるはずです。オッケー、がたボックス。おい、ね、助けが必要な方がいるはずです。助けが必要な方がいるはずです。オッケー、がたボックス。この壺、一体何層まであるんだよ。オイラたちも、こんな壺を持ってたらな。少なくとも、野宿しなくて済むしな。Oke, ntar gua penasarannya sama yang di sebelah sini. Kosong kah tempatnya? Gak ada rewards. Reward. Reward. Kok rewards? Itu yang di sana itu kayaknya kosong juga itu. Tasuke ga hitsuyou na kata ga iru hazu desu. Oke lah, ambil. Cleansing bell.見つかったかい？若者は動きが機敏で助かるね。さて、で、これでよし。子供たち、早く出ておいで。ちょっと待って。ただ、ただリワード。若者は体がよく動いていいの。こんなにすぐ見つかるとは。Are you an adeptus, ma'am? Are you one of the Liyue chasing? Are you with the Fatui? Adeptus kayaknya. 仙人。その二文字を他人から言われたのは久方ぶりじゃ。バーヤが仙人かどうかはもう分かってるじゃろ。分かったような、分からないような。でもおばあちゃん、この鈴持っていっていいのか？変だと思わない？岩王帝君にあんなことがあったばかりなのに鈴を取りに来るなんて。おかしな子じゃ。今までこのリーウェ港からどれだけの仙人が去り、その度にどんな波風が立ったか知らないじゃろう。しかしそのどれもがしきたりに従って操船儀式を行ってきた。ならば今回も行うというのが筋じゃ。犯人探しばかりして操船儀式をおろそかにするなぞ本末転倒。今この時鈴を借りに来た者が現れたのは、きっと旧友の誰かが耐えきれなくなって立ち上がったからじゃろう。だからバーヤは鈴を渡す。当然じゃ。What if your friend does not return it? Can I keep it? おい、これはおばあちゃんのだぞ。用事が済んだら返さないと。素直な子じゃ。欲しいならそのまま持っとるといい。でもこの鈴は寂しがり屋でね、いつの間にかこっそりバーヤの元に戻ってるかもしれないよ。さあ鈴は渡したし、おゆき。それとあなたたちにお使いを頼んだ人に伝言を頼みたい。時間があったらお茶をしに来てほしい。バーヤの持ち物は少ないが、急須くらいは持っておる。うん、伝えておく。ありがとな。おー、dapat achievement lagi.
Oke, lanjut. Di sebelah sini. ああ、確かに先人の鈴だ。うん、いい状態だな。一緒に高校も置いておこう。Are you also an adeptus? Do you know my dumping? 知り合いでなければ、鈴が彼女のところにあると知らないだろう。怪しいぞ。でも、言いたくないなら、今は聞かないでおいてやる。そうだ、おばあちゃんから伝言を預かってるんだ。時間があったらお茶をしに来てほしい。ばあやの持ち物は少ないが、急須くらいは持っておる。ってさ。その口調似合わないな。しかし彼女の急須は確かにいいものだ。うまい茶が飲める。時間があったらいい茶葉を持って彼女に会いに行こう。それで儀式にはあと何が必要なんだ？ああ、次はタコを買いに行くぞ。タコ、一緒に遊んでくれるのか？まさか休憩時間？違う。タコは子供のおもちゃだが、リーウェの儀式においては他にも象徴的な意味合いを持つ。詳しくは後で説明する。まずはタコを手に入れよう。よくわからないけど、わかった。Oke, lokasi selanjutnya. Oh, inilah yang layak.怖かちゃっぺ。お客さんもう来たのかい？予約していた7枚のタコはできてるよ。もう受け取るかい？ああ、頼む。この時期にこういうタコを買うお客さんは珍しい。昔だったらちょっと特殊なお客さんが買いに来てくれたけど。勝利は往生堂の家系だから、そういった事情にも詳しいよな。それに旅の途中で勝利はいろんなことをいっぱい教えてくれた。ファッション、エコノミー、ジュエリー、ジェットポテリー、ティー、パルフーム、フローラ、エンファウナ。サトワチェル。の人々が大好きな経済や政治の話もわかるみたいだけど、それより使いどころのない知識のが好きみたいだよな。そういう面白いことをお前たちと共有したかったからだ。子供のおもちゃは面白いものだからね。私も子供の笑顔を見るのが好きだけど、それとは別の思いもあるよ。子供はいつだって精巧なものを好きになる。しかし、この精巧も千年以上の積み重ねであり、その裏にはちゃんと意味が存在している。私はリーユエで40年タコを作ってきた。だからどんな様式のタコもよく知っている。お客さんが注文した7枚のタコ、その意味は普通とは異なるものだ。その通りだ。これは
操船儀式に使う飾り物。7枚のタコは七神を象徴する。風神に捧げるタコの模様は自由に色を塗らせてもらったよ。元神に捧げるものは契約通りに描いた。この模様は古くからあって黄金屋でも見ることができる。ん？黄金屋って最近聞いたな。I must stop talking. Dua aja lah. このタコの雷の模様。輪転する感じがうまく描かれている。まさに雷神が欲している永久そのものだ。知恵に捧げる草の模様、金木の年輪、それらが巧妙にタコの骨組みと融和されている。素晴らしい。水面のように金星の取れた正義、炎のように熱く燃える戦争、それからかつての標人の細部まで成功だ。詳しいお客さんからたまに褒められるのも私の楽しみの一つだよ。では品物をいただこう。金に関しては terus satunya apa nih? As for the payment, he says 俺が払うよ。Did you arrange to meet here? You ambushed us. Satu. ただの通りすがりだよ。勝利先生は相変わらずだ。支払いをするとき、いや、誰かが支払いをしてくれるとき、いつも値段を見ないし、財布の中身も見ない。だが実際は金銭の価値を理解していて、世間の人々の苦しみだって理解している。それなのに貧乏というものが分からず、彼自身がそうなり得る可能性を分かってない。もしくは金を持っていない自分を想像できないと言った方がいいかな。ありえない。よくここまで餓死せずに生きてこれたな。孔子殿は相変わらず冗談を言うのがお好きだ。さてタコも手に入れたし、次の準備だ。休息は不要だろう。操船儀式には物だけでなく人手も必要だ。不当の付近なら労働者を雇えるだろう。この金を持っていくといい。あと言わなくてもわかるよね。値切りは君自身がすること。勝利先生に任せてはダメだよ。オッケー。一歩遅かったな。何やら面白い情報を聞き逃したみたいだ。今度はもっとタイミングを見計らって登場しないと。わー、ini disuruh beli nih. Ternyata lokasinya 3. Yuk kesini dulu. 仕事？いいよ。でも言っておくけど、俺は冒険者協会の候補メンバーだから、冒険依頼はウェルカムだけど、書類仕事だったら断るよ。冒険か。山奥で儀式に使う象徴を捕まえるのはある意味冒険かもしれないな。 Brave adventurer, we have need of 5 crystal flies. え？それなら難しくないし、冒険者候補にうってつけかな。1万5000モラでどうだい？ 15,000 15,000 itu 1000
ribu. Berarti 15,000. Tekisena kakak da. Yes, a fair price. No, let's negotiate. Berarti kalau misal 5,000, tengah-tengah, ambil tengah-tengah. Oke, 10,000. Shōchō 5匹. Ii daro. Kono nedan de ukeyou yo. Oke, sisa... sorry. Yokkeidai de 1日 zatsuyo? Mondai nai yo. 1日 25,000 mora dakedo. 25 kalau enggak salah. 20. このモンドを救った英雄に免じて少し安くしてくれよ。モンドを救った英雄？聞いたこともないな。英雄を知らないなら仕方ない。だがモラは知っているな。全額支払おう。 We will pay in full. Wait, let's stop price.Gila, 25,000. Ambil tengah-tengah dong, kayak biasa. Oke, nyoba 16. Sono gaku nara... Maa, ii ga. 1日分の妥当な給料だ。Oke, 16 dapat. Satunya di...sini dekat crate. Sisa berapa sih di sini kalau nggak salah lihatnya itu? Nggak ada. Apa ini? Oh ini 24,000. Lodosha. Izo. Ore wa itsu demo zenryoku de shigoto suru. Mochiron.全力以上でやってほしいなら別料金だが、内容は何だ、言ってみろ。そうだな、玉境台で木製の道具が少し足りていない。珍しいものではないから用意していなかったんだ。アパイネキマナバチャニャフェッツフェッツミーファイフティー3 princes and 20 stack of tinder. Timber. Timber. Kok tinder? Of timber. 問題ない。なら、2万モラでどうだ？に、20,000. ああ、それでいい。Wait, let's talk price.Ambil tengah-tengah kayak biasa, berarti 12. Maai, waruk nai gaku da. Ukete yaru yo. Oke, sisa berapa ini? 12,000. Yap.That is my Genshin Impact gameplay. Thanks for enjoying my video and see you next time. Bye!